大バカイモドンの巻。焼けたかな。こりゃうまそうだ。パパちょうだい。僕にも。おいしそうだどん。ほら、ほら。人間だ。あ、ちょ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 。オラも焚き火の中に入れておいただどん。もう、うん、それは火薬おばのそばで拾ってきただどん。やめなさい、早く捨てなさい。これはまるで戦争にあったみたいだよ。お兄ちゃん、私たちでお芋作ってみな。お芋を作る？うん、そうよ。この種芋を埋めて育てるのよ。埋めてどうするだどん。何にも知らないのか。お芋の中に入っている小さな、あれ、お芋には種がないぞ。このお芋を土の中に入れるとお芋の芽が出るのよ。ボンちゃん妹に教えてもらってるだどん。じゃあお芋埋めましょう。埋めるのかどん。はい、埋めて。さあ、これでいいぞ。よいしょ。よいしょっと。よいしょっと。あら、どたどたどんと。これでいいの？あとは芽が出るのを待つばかりだな。芽なんていつまで待っても出ないの？だっても気になるの。気になるの？気になるどん。気になるけど寝るどん。もうチャララうるさくて眠れないどん。なんだどん。崩れた。あれ何どん。なんだあれ。お芋だどん。するとかなり大きくなったのかどん。おかしいどん。だばかじってみるかどん。すまんすまん、わしのロケット壊れちまったら、わしの里へ帰れなくなっちまうで。あんた誰だぞ。申し遅れたが、わしはアンドロ星雲の中の一つの星、カンプライモ星人じゃ。ところであんたこの星の生物なの？オラグズラだぞ。キララテナタン。へえ、ところでこの星の住人ってのは変な顔してるじゃないの。申し遅れたけど、このロケットの燃料なくなっちまって。燃料ってなんだどん。燃料ってのはこれなのよ。ほら、お芋だどん。へえ、芋を知ってるかどん。もしあったら少し分けてちょうだい。あったけど、ここ埋めてしまったどん。じゃあここの中へあるのね。たった一つだどん。よし、じゃ、ちょっとどいてて。勇者！ちょっと待ちなよ。リアラさん。驚かしてごめん。これは動物には器官が、植物には大いに効く発育増進液なの。かわいこと。つまりこれをすれば芋は一夜にして育つんだよ。まあ見てらっしゃい。じゃあ、芽が出たどん。わしの星では、いつもこうして発育を1万倍くらい。いやすごいどん。まだどんどん増えるから喜びたまえ。さて、わしはこれ一つもらえばいいの。どこしちゃった。火をつけるのかどんじゃどいてどん。
で燃料満タン。ありがとう。じゃあこれでバイバイ。お芋大きくしてくれてありがとう。バイバイだどん。さよならお芋いちまったどん。あらあらあら、この芋まだ大きくなって広がっていくどん。あら、ボンちゃんやすずちゃんに知らせるかと。ほんだな、あ、明日の朝まで黙っているだどん。ボンちゃん明日見たらびっくりするだどん。ブホだだだ、誰か来てくれ。パパだ。芋。本当に芋だ。昨日埋めたお芋が育ったんだわ。グズラ、グズラはどこだ。あれ、うちがないぞ。お兄ちゃん、外へツルが出てる。あ、チャララ、チャララ、パパに見つからないうちに隠れるんだ。あ、ここはどこだ。芋に外へ出されたんだよ。あ、この芋どこまで伸びてるんだ。あれれれれ、グズラのうちがあんなところに。グズラいないわ。あ、あら、あそこよ。あ、グズラ、よく眠ったどん。クズラ、ボンちゃん早いな。あ、危ない。落っこちるわよ。あら、オラのうちどこ行っちまったかどん。あら、どうやら下へ落っこちることになったどん。おはようだどん。クズラ、大変なことになったんだぞ。お芋が育って町中へ広がっていくのよ。ああ、芋丼の注射。芋丼。いい、もう、いや、どれだよ。芋はどん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 発育し、どんどん広がり、町は今や芋一色で埋まってしまいました。政府は自衛隊を出動させ焼き払うことにいたしましたが、焼き芋となるだけで一向に減りません。もしこれが何者かの手によって行われたとすれば、そのものを逮捕し、いいか。冗談じゃありませんよ。我が家から発生したなんて彼だ。僕は責任上逮捕され何百万も罰金を取られてしまったんだ。助けて。やっぱりお前がいけないんですよ。イモドンとかいう変な怪獣と会うからだよ。こうなったらそのイモドンを徹底的に探すんだ。だけどもどこにいるかわからないだどん。でもあのイモドンのことだから、またどっかに怒ってくるかもしれないどん。ん、誰です、変な声を出すのは。ほら、崩れてる。だけど、本当にイモドンなんていたのかな。いたじゃどん。ほら、嘘は言わないどん。あ、あれ、あ、イモドンだどん、あれは。あっちだった。よし、おじちゃん、もっと一生懸命走ってよ。ああ、また何か注射してるだろ。妹。ああ、君はいつでやはありがとう。いや、なに、また落っこちまってね。この星で育った芋はどうもガスの量が少ないようなんじゃ。そこでじゃ、今度はいつでやの注射の1万倍の威力を持つ超力スーパー液を使うことにしたんだ。1万倍さよう。1万倍の速さで育つやつさ。いやー、ダメダメ、もうこんな注射しちゃダメだよ。
ことだ。おい、待った、マナはいいマナだ。それじゃ、バイバイ。うちまで潰されちゃったよ。いや、いや、いもどころ、すごいもの、つるべんどもう、やらん、いもどころ、いもどころ、もう、話してってば、やだ、もう、いもどいも、いも、よし、あれ、いもないどん。崩れたん、どうしたどん。いもどんが、夢見てたどん。夢、そうか、夢だったのか。はあ、よかったどん。はあ、くっ、はあ、グズは何すんだ。やめろよ。まあ、せっかく植えたのに。だって、イモドンが本当に現れると困るだじゃん。一丁やったるどん。ノーマーキン。一体全体どうしてくれるってんで。大事な息子を本にしようってのか。誠に申し訳ないことをしでかしまして、はい。申し訳ねえで済みや警察はいらねえや。大事化け物を飼ってるなんざどういう了見なんで。あのお言葉ですが、化け物でなく怪獣でして。化け物も怪獣も似たようなもんで、いくら怪獣ブームだからって俺は反対で。まことにもってその通りで。とにかくね、グズラ、お前が悪いんですよ。暴力反対、僕は絶対に許さんぞ。許しません。ほら、暴力なんか振るわねえだと。言い訳は聞かん。どうしたの。あの坊やが相撲しようって言ったからやっただけだと。グズラちゃんは暴力振るったんじゃないわ。いかん、グズラのバカ力はね、暴力と同じなんだ。おときしのやつこそみんなから嫌われてるんだよ。そうよそうよ、あの子ったら弱い者いじめばかりするんだもん。いかんいかん、今度暴力を振るったらね、豚箱に入れてもらいますからね。豚箱ってなんだと。警察にある悪いことをした人を入れるところだよ。だけど俺は何も悪いことして覚えねえだと。じゃあまた明日ね。こないだグズラにえらく厄介になったな。だって相撲やろうって言ったの君の方じゃなかったのかい。何言ってんだい、俺がちょっと足を蹴っただけで腕をへし折られたんだぜ。へえ、折れた腕が3日で治るんですかね。え、あ、治った治ったよ。嘘つくな。何をやっちまえ。礼儀を知らんねえ。ねえ、この通りだよ。なんとかしておくれよ。私怖くて学校行けないわ。この株見てとん。だっても俺何もできねえだとん。グズラが行けばあいつら手出しできないんだよ。黙って立ってればいいんだから。ねえ、正義の味方でしょ。そうだとも。敵を撃ってとお願いとん。でもとん。悪い奴らだぞ。僕たちだけがやられてるんじゃないんだ。みんな被害者なんだから。ちょっとくずれたん。だってもう俺はパパさんに怒られるどん。しょうがないな。弱っちゃうな。弱虫くずれたんなんか嫌いどん。だけど、俺は仕方ないどん。へいらっしゃい。へいらっしゃい。おい、いいか。オッケー。じゃあ今日はこれだけでいいわ。おいくら。
すべて305円です。はいはい。ただいまお土産だ。今日私心臓が止まるかと思いました。本当にいたずらっ子だね。僕先生に言いつけてやるんだ。パパ、おときちくんの家へ行って。しかしね。パパ、おときちのお父さんが怖いの？パパの育児なし、パパも男でしょ。ショコショコショコ。ほら、一体どうしたらいいだろう。パパさんと約束したことは守らなくちゃいけないし、悪いことは見逃しておけないだろう。ほら、ほら、ほら、もう。んだ、ほら、平和を唱えるだ。話し合えばわかるだろう。いてえ、もう。ほら、誰だろう。やあ、やあ、ぐぐぐぐらー。やーい、バカグズラ、これでも食らえ。ブリュック。いや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 、おら怒ってはなんねえだんどん。スーハーハーフー。グズグズグズラ、ヨーマムシー。おら話し合いに来ただどん。怪獣となんか話すもんか。ねえ、おら話し合いに来ただどん。怪獣のくせに生意気言うな。仲良くしなければいけねえだどん。シャーラクセエイチクズズラモン。やいやいやいや、殴れるもんなら殴ってみろ。父ちゃんに言いつけろ。ほら頭がかいかっただどん。生意気だ、やっちまえ。いかい、暴力反対。ほら何もしねえだどん。そんな羽田じゃねえだどん。やめて。ほらこんなに我慢しただろう。気をつけ。さあみんな持ってきたものを出しな。おい、お前何持ってきた？ゆで卵か。まあいいや。次。なんで飴玉一個じゃねえかよ。お次。お、かっこいいじゃんかよ。人に言うんじゃねえぞ。言ったらガツンだからな。ハリー、また弱い者いじめしてるぞ。暴力を振るったらね、もう豚っ子に逃げてもらいます。もう我慢なんねえぞ。一応やったるぞ。あ、グズラだ。ほら、相手だぞ。やろう。こらまじ。よいしょ。降りてこいどん。ここまでおいで。降りてこないどんよ、ほんし。あら、あら、あら、あ、あ、あ、うわ、あ、あ、あ、うわ。あ、こっちじゃ、かくれ。ほんと、待て。ここまでおいでだ。あら、よっと。ごめんだい。待て、待て。待って、たまるかい。よし、よし、よし。いや、ひひだ。さあ、もういい加減に誤算しろ。ざまみろだ。あ、ほっ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 
待て、ここまでおいで。あ、あつきまえちゃんのプランボ、あ、いけねえ。いや、ここ待て、離せ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 。誰だお前たちやくの、あいつだ。待て、ここまでおいでぺ。だ、誰だあんた、何しろ、何を大丈夫、ごめんなさい、もう出てけ、お前もだね。ほら、人のうちで喧嘩するやつがあるか、もう何だろうこと。すいません、ごめんなさい。あれ、もうどうしてこれ。いやー、待って、こらもう降りてこい。ここまでおいで、悔しかったら登ってこい。トンバのトンバの百貨店で降りてこないなら覚悟しろ。えっ、おっと、うわあ、食べられちゃうよ。もういたずらはしねえ、勘弁してくれよ。どうかどうか分かってたよ、もう。もうごめんだよ、絶対にいたずらしないったら。もう、しょめ、痛いよ、勘弁してくれ。さあ、俺なかなか信用できねえだじゃん、もう。あの、もう決していたしません、どうぞお許しを。もううちには絶対起きませんから。いや、違う違う、わしは子供を助けてもらったんでお礼が言いたくての、それでその来たんだ。これでうちの子も安心して学校に行けますわ。いやー、またね、グズラ君はどこにいるんだ。早く呼んでください。あ、あの、グズラにお礼を。これ一体どうなっちゃってんだろうな。ねえ、大変だよ、グズラがどこにもいないよ。きっとパパやママに叱られると思ってどっか行っちゃったのよ。もしかしてグズラちゃん家だよ。なんだって、グズラが家で。ポショポショポショショポショポポショショ。ほら、これからどうするだどん。スズちゃんやボンちゃんともお別れだ。グズラー。いやー、パパさんだ。グズラ、待ってくれ。違うんだよ、グズラー。ごめんなさい、勘弁して。パパさん、下駄箱、いや、あの豚箱嫌よ。おい、グズラ、ちょっと逃げなくていいんだよ。ごめんなさい、パパさん。グズラ、ほら、次回、オラグズラだど、グズラ君をお忘れなくの巻、オラぶったまげたどの巻、お楽しみに。すましてね、僕